寸止め0時が一番エクスタシーエクスタシーいいよファンの皆様どうですか。今どうなっあーみたいな初めて聞いたその流れ初めて聞いた。うわーズワズワってさ女の子来るんです。来るんですか。開けたら女の子ですいませんでしたと思ったら呼びました。はいメアリですみたいなメアリです言っちゃうかもしれない。来て楽しみで一番変わったエッチは自分の実家で隣の部屋に家族がいるのに自分から襲ってきたこと、うん、隣の部屋なんか自分の部屋にいてリビングの方にお父さんたちがいるのに、うん、じゃあ絶対聞こえちゃうじゃん。大丈夫出さないよ声私はね私出さないでできるでしょ。正常位とか基準位だったらまあ大丈夫だけどバックだったらワンちゃんいけるじゃん。何がこうあこう顔をこう枕とかにそう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 。まあ声出さないじゃん。まあ動かし方がいいの方が声ができるかも。めざちゃんそっち派ね。オッケーオッケーまあ私は声出さないけどってことは相手の方は声出させようとしたりとかするなって。しちゃう。じゃあ声出てる相手基本的に。だからそのなんかしかもせこいんだけどなんかタブレットとか、うん、テレビとかって自分の部屋に、うん、音楽とかじゃなくてテレビ見てる風にしといて、うん、自分たちのそういうやってる音をかき消そう作戦したわけ。ああ。そう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 。はいはい、まああっちもあっちでテレビ見てるから、はい、リビングだから、はい、みたいな。ねえ楽しいでしょ。超楽しいよ。え、バレなかった結局。うん、言わないから家族で。うん。やばいだと思うな。うん。でも話した時に、だから家族仲良くて、ねえ、うちらさちょっとやってたらさ、別にお前らのそんなの聞きたくもないけどやってんなら別にいいんじゃんみたいな。おお。あ、そこまでに？いいね。うちの家族最高。最高みたいな。ありがとうみたいな。プレーの中でのなんか変わったこととかそういうのはあったりするんですか。プレーの変わったことは絶対言わせるっていうね、行かせてくださいっていうの。どんなシチュエーションでも、もう終わりにしようか別にみたいな、うん、いけないんでしょそれで男性側は、いやまだ行きたくないみたいになるじゃん。行きたくないじゃなくて行きたいかどうかを聞いてるのに行きたくないとは行かせてくださいを言わせないと私は行かせないよって言ってるんだから。じゃあ寸止めとかするんだ。あもうめっちゃする。寸止めジェラシーが一番エクスタシーで何エクスタシーエクスタシーエクスタシーだよ。言ってみてエクスタシーいいよファンの皆様どうですか。いいでしょエクスタシー言わされた。いいですね。寸止めされるんですって。絶対寸止めチラシ。あとは、うん、あのアナルとかもううまい方らしくて同時攻め。私が左利きでもうこっちの方が動かせられるからこう。でも中指なんだ。中指。いや私ハグよりも。中指全然入るよ。はーい。初めて来た人は？初めて来た人でも中指で行く？うん、中指。入る？入る入る全然入って。そう。キャッシュカードみたいだよ。そう。なんだ。なんかつけるの？指。あ、なんか指サックっていうのがあって、それをつけて、私準備するのがオケとローションと2本用意して緩いやつとかで。こうローションの緩い硬いがある、うん、そうしてOK用意してあったかい熱湯みたいな感じで、うん、お尻最初四つん這いにさせてお尻をサワサワしてから、うん、お尻やれる子だったらそこでちょっとほぐしてここでこうほぐしてあげて緊張してるからその後にあのまあ息子さんをいじらさせていただいて、うん、フェザータッチしてビクビクなってるところをきっと攻めしながらピッて入れると絶対にこっちに集中してるから。ああそういうこと
え、なんかす、初めて聞いた、その流れ、初めて聞いた。ね、ガチテクニックですよ、今。そう、そうすると、自分が何されてるか分かんないのと気持ちいいのが来ちゃうんですよ。うん、刺激されてるから。で、その時に、今どんな、みたいな。その、リラックスさせる、そう。リラックスさせるようにしといて、体の緊張をほぐしてから入れる。うん、息子を、息子を祈祷攻めしといて、で、祈祷攻めがなんかくすぐったくて嫌な子は、たまたまか裏筋から行って、乳首行って、みたいな。で、声で色あせて。声で色あせて。うん。え、どうなってんのこれ。やばいね。40代なんていうのバレバレなんだけど、みたいな。やりたくないんだ、じゃあやめるみたいな。嫌なんでしょ、みたいな。嫌なんでしょみたいな。気持ちいいくせに何をこざえてんのみたいな。すごい。わぁ、ちょっと見えた。あの、M 星感の、ね、ちょっとこう。まあ、合わせるけどね、相手に。知女がいいのか、ド S がいいのか、甘い方がいいのか。私は絶対に聞いてからじゃないとプレイしないから。うん、自分だけのこれだからっていうのは出さない。相手の好きなものをジャッジメントしてもらって、じゃあそれを組み合わせてやるのが私のプレイ方法だから、それで私が楽しかったって思わせたいし、思ってほしいから、じゃあさ、その一個、例えば初めまして来て、でその人どういうのが好きか聞いて、聞いてからやって、でもう一回来てくれたとするじゃん、そしたらまたもう一回同じようなことはしなくて、またその違うことをして体に覚えさせる。あ、これでまた感じるようにさせるとさ、そのまたレベルが上がるから、そこをまた敏感にさせて、じゃあ次こっち敏感にさせようみたいな。覚えてるの？その絶対に体を覚えてるから。すごい。プロ。だいたいお客さん覚えてる。うわ、なんか今、急にプロっぽい。プロっぽい。だけどあれですよね、なんか初めて行きたいっていう人も、なんかメアリさんだったらなんかすごいなんかちゃんと、ね、確かに安心して、うん、なんか任せられる。お待ちしてます。お待ちしてます。お待ちしてます。で、エッチなお悩み、あるの？メアリにあると思いますか？書いてある。ないということで。って言うなら、うん、あるの？なんだろう、照れちゃうんだよね。なんかそういう、もしも、嘘でしょ。絶対なんか例えば、あっち、私から言ってるから来られて、こういうのでしょみたいなやられちゃうと、予想外すぎて照れちゃう。乙女に戻っちゃうの、やばいでしょ。どっちそう、なんかそれも可能備えてる女の子。金備えてる女の子。ごめんね。じゃあ、M じゃなくていいの？相手が。なんか、私で、なんかこう、知らない私を知りたいみたいなのが持ってくれる人の方に。なんか全部が全部 S でやられちゃうと、そのメアリでしかなくなっちゃうから、そういうのも、してくれないと。私はどちらかっていうと S だし、なんか遅いのも好きだけど、ちゃんと女としての喜びもちゃんとくれないと嫌な女なの。わー、わがままだ。わがまま女だ。かわいい、急に。でしょ？いや、でも、なんか、こう、知りたいって思ってもらった方がいいよね。そうそうそう。ね、なんかこう、やっぱりどうしても、こういう職業だと、向こうが頑張らないっていうことない。そう！だから、それが嫌だから、こっちがエンジンかけてやっとかないと、さ。だから、こう、興味ないのかなって思わない？そう！なんか、どこが気持ちいいのか、なんか知ろうと、してくれる感じがあんまりないなと思うんですよ。MO だとしてもお互いにこうね、どこが気持ちいいのかなっていうさ、こう、そういう知ってこう知ってこうっていうさ、スタンスが一番大事で。で、一番大事、ね、本当に、ね、本当に大切、ね、舞い降りてこないかな。そういう人いないかな。ね、振ってほしいよね。
はい、じゃあ次おすすめしたいエッチのプレイを3つある、はいはい、じらし、寸止めプレイ、フェザータッチ、耳、甘髪。やった方がいいよ。じらし、寸止めはさ、もうよくやってるんでしょ。そう、やってる。それって、私の中で、こう寸止めを何度もしちゃうと、結局行くタイミング見失っちゃうのかなっていう。あ、行くタイミングに関してみれば、血液の循環で、まあ、大きくなってるのが多いじゃん。その時になんかビクってなるから、その時になんかそうだね、感覚なんだよね、あれね。私は感覚で全部全てを把握してるからすごいよ。あ、もう行くなと思ったら、その行く3秒前か5秒前に決めてこう話すかな。行きやすいって言われてても、その行っちゃうからっていう言う前の止めると行かないから、あれなんで俺出ないのってなった瞬間また触る。そうするとまたそのループだから、それでずっと気持ちいいのループをさせるのが好き。え、それはさ、行けなくなんないの？あ、なんで、何度も何度も寸止め。あ、でもね、その寸止めって回数が決まってて、だいたい3、4回だね。5回以上しちゃうと、あの、慣れちゃうの。やっぱその、さっき言ったようにもちゃちゃんが言うように。だから、そういう5回以上とかしちゃうと、うん、暴発しちゃう。暴発しちゃう、うん、もう出ちゃう。あ、出ちゃう。うん。から、まあ、その度合いを決めてやってる。あ、なんか、プロって。でもそんなことないよね。ハードル上げないで、マジ。フェザータッチは、なんかこう、あれ？サワサワみたいな。あ、そうそうそう、サワサワみたいな。こういう感じだけど、多分ごめんね、こう、うわなんかなんていうの、ゾワゾワってした。そう、ゾワゾワなんだけど、この こう触るじゃん、大体みんな。違う、爪が当たるか分かんないぐらいでやるといい。おお、そうすると感覚が研ぎ澄めされて、うわ、俺、みたいになるから。それ耳にやったらやばいね、今の。うん、バレた？それ練習しよう。うん、あ、絶対多分できる。こう、大体みんなこうじゃん。違うけど、こう爪とここの間も、うおー、そうすると全然違います。もう私もうそもそも手汗がやばいな。大丈夫、全然滑らない。フェザータッチってそのやっぱ違いとか出るんですか？出ます、出ます。上手い人出る、出る、うん。ちょっとあの女性 D なんで、女性 D の手で、あの、うん、2人にやってもらって違いがちょっと、下手な、下手な人から多分ここからやってった方が分かりやすい。爪当たるな、多分。かわいい。どうですか？大体、はい、多分下手、下手です。こうやって触ってるじゃないですか。こっちの方がなんか、すべすべ。すべすべ。手汗、手汗、手汗です。大体みんな、こうやるんですよ。こうやってるのがみんな多いんですけど、私の場合、爪が当たるか当たらないかぐらい。全然違う。ってやる。当たる方に波が。全然違う。さあ、接触部分を減らすと、うん、自分何されてるんだろうってなって研ぎ澄めされるから、体が。それでやる。でその間にしごくと、どこに集中していいか分かんないっていうバグが発生するから、その間にまた刺激を与えるんで。へー、そうそう、やってみて。いい、まあ、まずフェザータッチをできるように。でも今回本当に勉強になった。これは男女兼用で、男の人もトライしやすいので、うん、確かに背中をさ最初にやっちゃダメです。まずはこっち、おけつ、足元からやってって、そこから男の人の場合は胸いった方がいいです。フェザータッチの時はやろうって言ってる。本当に先に乳首をいじんないように。乳首は先にいじんない、くすぐったくなるから、男の子も女の子も。集中しちゃうのね、嫌だっていう気持ちが高ぶっちゃうから。そうじゃなくて、そこでこうズワズワさせてキスなりなりにしてみたいな、した方が、その後に乳首を優しく舐めたりとか触ったりとかしてた方が感度が良くなる。あ、
もう一回順番教えてもらっていいですか。大体大体じゃあそのなりますってなった時に雰囲気、男の人はもう首からいくと思うんですね、こうやった時に、その時に指をこうのね、こう触ってって耳からいって首にこういった時にキスじゃん、その後にこう触っていった時に先に乳首ダメです、ここからこう触っていく上から次に、そうするとムラムラしてくるので女の子も、でその後にまあ脱がしからの舐めからの、まあ、手間するな、手間よりも先に舐めから行ってください、じゃないと嫌がる子たちが多いのでって感じです女の子の前は、すごいすごい先生だ、女の子のこともね、女の子来るんです来るんですか、お客さんで来たことあるマギちゃんが、ずっと行かせへえ、なんか酒場に来てくれてて、でもう開けたら女の子ですいませんでしたと思ったら呼びました、えはいメアリですみたいなメアリですみたいな、マジびっくりしたよ、もう部屋間違えたと思って、嬉しいね、もう嬉しい、しかも一人じゃないからさ、ありがとうと思って、クソマドが、クソマドさんが、じゃあ一人だけじゃなくても何人か、何かありがたい感じになんかね、ありなんだね、女の子、あ全然、おいでこちらが良ければ全然相手できる、女の子も、もう全然すごいね、すごい初めての逸材じゃないですかこれまでね、で、耳あんまがん、耳あんまがん、これの応用編でそのやってる間にこう感じてる間に耳とか違う外部のことになると脳域しやすくなるよね、その時にやられるってなるかな、大体それを何回か繰り返していくと、フェザーたちの途中で、あ、そう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 、そうでもかいきなりはやらない、散らす、あくまでもですどれくらいの力で噛む、あんまりそんなに力入れるわけじゃないんだけど、なんかそのストローを吸う時と一緒ぐらいな感じでハマるみたいなの方が感覚的にはわかりやすいと思うんだけど、あまりせんべいみたいにやられたらちぎれるよみたいな感じなんだけどそんな感じわかりやすいでしょせんべいみたいにやっちゃダメダメ、痛いなすごいなもうめっちゃ今日勉強になりましたねいつも勉強になるけどよりなんかね、本当になんかテクニックを自分の中にもうちゃんとなんか理論があって、でもなんかその中でもいけない子もいるから、その中のいけない子よりにまた作戦を自分の中でやってみたいな、で、じゃあメアリさんを呼びました、で、その時間内でいけない、いけずに終わるってことある、病院行こうね、そういう時あるんだそれはその人にとって悩みって言ってたりする、悩みとは言わないけど緊張しちゃうんじゃない、行けよ行けよまあ確かにでしょなんかね、行けないじゃなくて行ける人は行けるし、でもなんか自分が思ってた時間内に行けないっていうのがあるから、でも実際になんか行けなかったっていう人は、まあ数えるぐらいしかいないけど、ほとんどは行ってくれるからいいんだけど、行けない子は本当病院行きなって、私、医者じゃないから医者じゃないので、はい、病院をおすすめします、はい、ありがとうございました、ありがとうございます、はい、楽しかった楽しかった、楽しかった行っちゃうかもしれない、あ、来て待ってる、やっぱ楽しもうで最後に、はい、何か一言あればメアリさんの方から、一言、こんなギャルでよければお待ちしております、寸止めじらし、兼フェザータッチが好きな、ドラマじゃなくてもなんか興味あるなって思った男性諸君お待ちしております、変態なんでも鑑定団メアリでした、勉強にもなると思います、イエーイメアリさんでした、ありがとうございました。ご視聴ありがとうございます。この動画がいいなと思った方はチャンネル登録といいねお願いします。